日本の宇宙ベンチャー iSpace の月着陸船がアメリカ・フロリダ州の基地からスペース X 社のロケットで打ち上げられました。嬉しかったです。宇宙業界のことを全く存じ上げなかったので、すごく宇宙が身近になった気がします。すごかったね。なんかすごい綺麗でした。やっぱり夜の打ち上げだったので心配しましたけど、本当良かったです。日本の民間企業として初めての月面探査計画ハクト R。 月着陸船は地球からおよそ150万キロの地点まで飛んだ後、月への軌道に入り、来年4月末に月面に着陸する予定です。今回のミッション1では、月着陸船に月面探査車やロボットなど合わせて7つの荷物を運びます。月着陸船から電力や通信を供給して、実際に探査機などを月面で動かし、地球にデータを送れるかを試します。ハクト R ミッション1の打ち上げを実現できることを非常に興奮するとともに、そしてそれを実現したチームに大変誇りに思います。私たち iSpace は月を生活圏に変える基盤作りから実行していきます。